830チャンネル。はい、チャ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 。なんでだろう、なんでだろう、なんでなんでだろう。ウイスキーのなんでだろう。オールドパーをこうやった時に立つ時と立たない時あるのなんでだろう。キルケランの兄弟でスプリングバンクと喧嘩して羊の散歩のやり合いをしてキルケランでやるわって言ったのなんでだろう。なんでだなんでだろう。キレの悪いなんでだろうでしたね。いやちょっとキルケランは予定にしてなかったからもう なんて言おうと思ってなんて言おうなんて言おうってなったよ。さあということで、はい、ちょっとね、はい、今回ロケ行きたいと思います。はい、はい、というのは何でかと言いますと、六本木にですね、はい、酒屋さん、みのりという酒屋さんがありまして、はい、ここでちょっと面白いイベントやってるっていうのを聞きつけました。はい、それがどういう内容かと言いますと、はい、名前の隠されたウイスキーをテイスティングします。おで4つテイスティングしてそれが何なのかっていうのを4つの枠から選んでそれ当たった場合、はい、当たったら、はい、レアなウイスキーが定価で買えるというイベントらしいんですよ。ああなるほど、キキウイスキーってことですね。イエス、それの内容、はい、これがロングローのレッド、はい、ああいいですね、マルベックか、はいはいはい、赤ワインね、はい、あとブッカーズもあります。あそうなんですか。そうでアランのカルバドスのレアバッジ、あすごいっすね、あとはバンクのカスクストレングス、あすごい、で秩父のレッドワイン、はいはいはい、はい、結構ね多いんですよ、いいのが。いや、もうどこ行っても定価で買えるもの一個もないじゃないですか。ないよ。これは、はい、俺ら絶対行くべきでしょ。いや、そうですね、これすごいっすね。そう、散々俺らこの語ってきてるわけですよ、偉そうに。はい、はい、そうですね。そう、で、はい、今までは運でした、我々福袋。あ、そうですね。今回は実力で取りに行こうじゃないかということ。いや、これ外したらめっちゃダサいっすよ。いや、これダサいよ、もう、はい、ほんまにこう店畳まなあかんないよ、ほんまに。なんで俺たちは手に入ったら売るとかそんなっちゃうよ。あそうですね、ほんまにウイスキーが好きで、はい、ほんまにそのレアなウイスキーが欲しいから行くわけやから、はい、そうですね、それが外れるわけがない。だってなぜなら結構飲んできてるもん。そうやろ。はい、まあ飲んできた自負はありますけども。そうや、はい、だって家のウイスキー何本あんのよお前。僕70本あります。やろ。はい、そうですね。あお前俺の初酒にかんねん。いやめっちゃ緊張してきた急に。まあ俺も自分の家に3本ぐらいはあるけど。はい、少ないな。ドゥアーズと、はい、金宮と一つもウイスキーじゃないの入りましたけど。白ワイン。いや全然違うじゃないですか。大丈夫や。でもこれ外すわ。絶対大丈夫。俺はわざわざいろんなバーにも行ってるしやな。あはいはいはい、はい、だから、はい、これちょっと、また仲間内でね、はい、ちょっと今から行こうじゃないということで。そうですね、はい、早速、はい、そのみのりさんの方に、はい、行ってみたいと思います。ヒュイゴ。さあということで、はい、やってまいりました。こちらが酒屋のみのりさんでございます。ありがとうございます。見てください、こちらにもずらっとウイスキーございます言うて。すごいですよ、はい、さあここでね、まあ、先ほど僕オープニングでも言いましたけれども、はい、まあ、面白いイベントを今回開催されるということで、はい、もう本当は5時からなのにちょっと早めに来てカメラ回させていただくご迷惑をおかけしております。みのりさんということで、お優しいですね。お優しい、はい、本当に、はい、さあで、まあ、その、イベントの内容をちょっと改めておさらいしていきましょうということで、はい、みのりの店員さんにちょっとお話を伺いたいと思います。はい、すいません、よろしくお願いします。みのりの店員さんでございます。お願いします。さあということで、はい、どんな感じですか。はい、今回の景品の、はい、になります。最高やな。もうね、僕らやっぱ一番飲んでみたいのが、当てたいのがロングローのマルベック、レッド、はい、これですね。これがたればええなと思ってます。でやっぱり我々も昨日からもう一切飲み物を口に入れておりません。カラッカラの状態でもうゾーンに入ってますんで。研ぎ澄まされてるんで、これで外したらむちゃくちゃ恥ずかしいよ。いや逆にいつもと違すぎて味わかんないかもしれない。わからないまああとブッカーズとかね、はい、あとティジブのレッドライン、はい、あとこのアランのレアバッジのカルバトスなんていうのはもうめちゃくちゃ、こんなんだって絶対定価で買えないから、はい、いや本当ですよ基本、はい、うん、その他にもすごいあるけど、はい、どんな感じなんですか、はい、内容、はい、まず3段階、3種類の問題を用意してます、はい、3種類の問題を用意、はいはい、でロングローのマルベックが欲しいということなので、はい、うん、今回この
ブルーのラインです、はい、プラチナ、はい、プラチナラインの問題を解いてください。はい、で、選択式の問題、選択式ブラインドテイスティングをしてもらいます。ブラインドテイスティング、はい、はい、で正解したら、はい、買いましょう。なるほど、しかも定価で、うわ、どういう選び方なんですかそれは。4種類飲んでもらって、4種類飲んでもらって、はい、もう1,2,3,4 の選択式になっていますので、はい、なんなら 25% の確率で当たると。おー、いざ分からんかった当てずっぽで言うても当たる可能性があるってことですね。そういうことですね。おー、はい、これはおもろいね、はい、なんせまあ4つのウイスキーを飲んで、はい、それがどの枠の、ウイスキーなのか、A、B、C、D とあって、はい、それ自分が飲んだのが A の4種類か B の4種類か C の4種類か D の4種類か、うん、それを当てるということです。はい、いやだから癖の強いウイスキーが1個入ってたら、あ、でも確かにね、だからそれを見抜くっていうのが1個、はい、価値につながりますよね。知ってるものが入ってたらこれだと。わかりました、もう先に言うときます、はい、ごちそうさまでーす大丈夫ですか、え、大丈夫ですかこれで。大丈夫やったらあんなもん、これで外したらめっちゃ恥ずかしいですよ。大丈夫や、多分やけど、はい、焼酎とか入ってるから入ってるか入ってるか、焼酎入ってるかもしれんから、それとも一発やろ。いやだとしたらみのりさんアホですよ焼酎入れちゃったら、はい、じゃあ、はい、やっていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、こちらでございます。見てください、プラチナの ABCD 並んでおります。うわー、ね、これで中身が、はい、この富士、ミスターズ、バーボン、スターバード、ノバ、クラガン、モアとかね、はいはい、シーバス18年とかバスカ緑とか、はい、この1から2から3、4、はい、どれかが枠の中で入ってるわけですよ。なるほど。そう。結構バラバラですね。そう。はい。この4つがどれかをこの中で当てたら、はい、レアなウイスキーがゲット。はい。しかも、私一番乗りでやらせていただいております、はい、ありがとうございます。お願いします。さあ、なんかね、でもね、ちょっと嗅いだことある匂いがふーんときてるんですよ僕。はいはいはい。あ、もうすでにですか。もうあんねん。じゃあプラチナの A からいくよ。 A から。色もそうか、そう、あのヒントになりますかね。これはでもこんな色、まあシェリーか、まあシェリーとかバーボンの可能性もありますね。まあ、まあ、まずこの A からいくわな。はい、はい、めちゃくちゃうまいんやけど。いや、うまいとかいいんまたうまいかもしれないですけどチョコレートください。チョコレート、いや、シーンじゃないんですよ。濃厚な甘さがあるからリベットではないのはもう確実。あ、なるほど。ただシーバスの18年か、はい、バスカの灰なのかなってちょっと思ってる。はい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 。B 行くよ。はい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 。あ、あれ、ありがとう、ありがとう、これめちゃくちゃありがたい。え、C 行くよ。はい、うんうんうん、はい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 。で D ね。はい、もうね、でもね、はい、これは二択やわ。 B が、はい、俺の中でだいぶ癖が強かった。そこはどうするか、うん、だから、はい、ちょっとあんまり迷っててもあれやから、はい、俺が狭間さんの書いたのをカメラに映してください。打ち、うん、ました。はいはい、はい、僕見てませんまだ。はい、はい、名前と回答を書きました。はい、一旦じゃあ後ほど答え合わせということで。後ほど、はい、はい、じゃあ次高桑、はい、じゃあ高桑、じゃあ高桑の番で、はい、お願いします。いただきます。じゃあ A から。はい、おわ、そもそも美味しいでしょ、うん、うまっ、甘これ。でもね、コツはね、あんまり迷わん方がええで。まあそうですね、迷ったらね、全部同じ味になった方が、うん、じゃあ B を、うん、いきます。 B 癖あるよ。うわ、癖あるなぁ。はい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 、もう僕もこうかなとは思ってるんですが、うん、まあ C をはいはいいただきます。なんだこれなのよ。でも、でもっすよね。うん、じゃあ D を、はい、いただきます。最後。早めの方が痛くなっちゃうんだよ。そうよ。あ、うん。うん。もう、OK。僕自信ありますこれ。よっしゃ、書こう。D に関しては、うん、僕家にあります。マジで？はい。待ってる順番待ちです。あ、順番待ちで、はい。僕からになるのかな？
狭間さんからですかね。まず僕。狭間さん。はい、ありがとうございます。僕からの発表です。はい。いきます。これ当たってたら嬉しいです。はい。すいません、ちょっと大きい声出しまして。はい。行きましょう。行きましょう。はい、お願いします。正解です。よっしゃー！見て見て見て、ほら。よっしゃー！めちゃくちゃピーポーしてる。ありがとう。いやいや、めちゃくちゃ喜んでる。嬉しい。すごい。2番目。はい。はい。増田さん。あ、増田さん。私たちの友達です。はい。正解です。ナイス。マスさん、これやね、マスタードやね、今日ね。狙ってるのね。マスタード定価購入ですか。そう。はい。高桑さん。はい。僕です。はい。1番です。あ、一番じゃない、正解です。あれ、今大丈夫ですか。あれ、みんなは、もう、あ、ということは、ということは、正解。はい、正解です。よかった。よかった。よしよしありがとうございます。正解です。はい、はい、はい。ということで、正解の方、どうぞ選びください。ありがとうございます。ここにあるんですよ。あ、ここが、はい、その例の、あ、なるほど、やつなんですね。うわ、これすごいっすよ。いやー、これは嬉しいですね。これはもう、はい、やっぱ最初にね、はい、狙いたいって言ってたやつを、はい、やっぱ行きたいと思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい。それでは行かせていただきます。はい、何を買いましょう。はい、はい、パスタの麺を、いや、パスタの麺かよ。いただきたいと思います。あ、間違えました、間違えました、はい、すいません。お店の方からありがとうございますということで。ロングローの、はい、マルベック、わー、いらしてもらいました、ありがとうございます。おめでとうございます、はい。やった、初めて飲める、これ。いや、ほんとですね。飲んだことなかったんですよ。はいはいはい、はい。うわー、嬉しい。ありがとうございます。うわー、よかったです。じゃあ、とりあえず、花間はこのロングローのレッド、はい、ゲットしました。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。途中から映ってますけど、ごめんなさい、まっすーです。そう、はい、俺たちの仲間よ。はい、遅刻主義だから、ね。はい、秩父か。秩父で。はい、はい、じゃあマス秩父。はい、おめでとう。ありがとうございます。秩父ワインカスク。来ました。はい、ブッカーズで。あ、ラブライブブッカーズね。ブッカーズいただきます。はい、はい、ということで、カメラマン高桑は、はい、ブッカーズゲット。すいません、ありがとうございます。おめでとう。はい、ということで、はい、みどりさんのイベントで見事私正解しまして、はい、ロングロー今からお会計でございます。あ、見てください、お会計出ております、はい、そんなはずはないんです。本来は安いこれ、はい、これは私たちの本当に嬉しい時だけに飲む、はい、ウイスキーになることでしょう、はい、見てください、鳥肌立ってます。いや、すごこんな鳥肌震える。今私のロングローレッド、はい、紙袋に入りまして、店員さんから私の元に、はい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、830戻ってきました。エンディングでございます。はい、お疲れ様でした。いやー、こんなにテンション上がって楽しかった一日があったかね。面白かった、うん、ほんで、まあ俺含め高桑もそうやし、はい、まあ普段から一緒にね、こうウイスキー好きでこう一緒に飲んでる仲間、はい、トータル4人同時にその問題に参加して、はい、全員が正解するというね。いや、見事でしたね。そう、ほとんど、まあ、ウイスキー好きが狙ってるものを俺ら4人で全部定価で買えたという、はい、それがこちらですよ。これですね、見てくださいよ、もう狙ってたやつ全部、ロングロー、レッド、はい、そしてブッカーズ、はい、そしてイチローズモルト秩父の、はい、ワイン、はい、そしてヘンプスパロー、ブレンデッド27 27年ですよ。もう色すごいからね、これ真っ黒。あ、すごい。過去にこんな美味しいイベントあったか。いや、みのりさん大丈夫ですかこれ。ねえ、でもやっぱイベント面白いってよな。あ、そうですね、イベントやってるわ、みのりさん。はい、はい、ということでね、これもぜひ、皆さん、あのイベントあったら、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。はい、我々は今日も最高にいい一日でございます。いや、よかったです、はい、というわけで以上、830チャンネル、はい、みのりさんのイベントに参加してみたでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。